はい皆さんこんにちは山内大二ですグループディスカッションのコツってありますかはいよく聞かれるんですけど重要なことはあなたが受ける大学によってはグループディスカッションで面接をする先生方や職員の方が何を見ているかというものの本質が 違ってくるので必ずオープンキャンパスや進学説明会相談会といったイベントに行ってくださいそして私が受けようと思っている〇〇大学〇〇学部では面接でグループディスカッションがあるんですがグループディスカッションではどういうところを見てますかとかどんな力を求めてますかっていうのをオープンキャンパスや相談会で聞いた方がいいと思います そこで根掘り葉掘り聞いても落とされるとか印象が悪くなるということは一切ありません高校生の側が不安であることは大学の人たちも分かってますからその上でグループディスカッションというのは誰かを落とととしたいいい試験でではないということですねものすごくその場の空気が読めなくて周りの人に迷惑をかける人なんていう人がいたらそれはまあ論外ですけれど基本的には あなたが受ける大学の学部の何か学問的な研究テーマ例えば看護学部なのに全く関係ない経済の問題とかは出ないわけですねあるいは国際関係のことをやっていれば今の世界情勢のテーマみたいなのが出そうだなということは想像がつくと思いますでその時にまずグループディスカッションはたまたま出会った顔も名前もまあ知らないというか初めての人たちとお互いを論破し合う場ではないということ 全員平等に見られてますからグループディスカッションそのものもがが成立していることが大事なんですねそれをお互いに調整しながら進めるみんなで受かる気持ちでやるっていうのが大事なのかなということとテーマをやっぱり自分なりに理解をしておく自分が受験する学部学科のトピックですね研究教育内容将来像そういうものをよく理解をして挑戦をしていくという、まあ、事前の準備が必要だろうなと思います。ということで グループディスカッションが心配な場合は必ずオープンキャンパスなどで大学の先生や職員の方にグループディスカッションで求められる力どんなことを見ているかっていうのをちゃんと聞いた方が良いもちろん、まあ、我々だったり高校の先生だったり、まあ、塾といったところでもアドバイスは受けられると思いますが重要なのは落とすためのものではない、まあ、それを考えた上で自分なりに対策を立てておけば悔いのない受験ができるんじゃないかなと思います頑張ってくださいありがとうございました ご視聴ありがとうございましたメガスタでは総合型選抜推薦入試の説明会をオンラインで無料で開催していますこの説明会では総合型選抜推薦入試のことを詳しく知ることができるだけでなくどうやったらお子さんが総合型選抜推薦入試で受かるかまで専門の教務がお伝えしています気になる方は画像をタップしていただくか概要欄のリンクからご確認ください